どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分がエポスカードで投資できる積み木証券を紹介したいと思います。特徴からメリット、デメリットまでまとめていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。時間がない人のために、まずは積み木証券についてまとめます。エポスカードで投資ができる丸井グループが運営する証券会社です。買い付け額に応じてクレジットカードのポイントが付与され、最大 0.5% の還元率になります。貯めたエポスポイントでも投資が可能です。用意されているのは5つの投資信託だけなので、初心者でも迷わずに選ぶことができます。さらに、積立 NISA を利用すれば利益に税金はかかりません。アプリも用意されており、スマホから誰でも簡単に投資ができます。では、ここから積み木証券について詳しく解説していきます。積み木証券は東証一部に上場する丸井グループが新たにスタートさせた積み立て投信専門の証券会社です。口座開設は2018年の8月31日から始まりました。投資するにはエポスカードというクレジットカードが必要です。エポスカードは年会費無料のクレジットカードです。利用金額の200円ごとに1エポスポイントが貯まっていきます。還元率は最大 0.5% です。カードを発行するとエポトクプラザという優待サイトが利用でき、こちらではお得な料金で利用できる映画館、レンタカー、遊園地、飲食店が紹介されています。またエポスゴールドもあり、年間50万円から100万円を利用するとエポスゴールドのインビテーションが届き、そこから作成することで年会費が無料になります。エポスゴールドの他にさらに上級グレードのエポスプラチナがあり、この2つは利用額に対してボーナスポイントが付与され、そちらも合わせると還元率はそれぞれ 1.5%、2.5% となります。積み木証券は口座開設費、維持費ともに無料です。負担するのは信託報酬、そして他社に移管した場合にかかる移管手数料です。ずっと積み木証券で投資する場合は移管手数料を払うことはありません。積み木証券で投資できる投資信託は5つです。コモンズ30、セゾンバンガードグローバルバランスファンド、セゾン資産形成の達人ファンド、ひふみプラス、丸ごとひふみ15です。信託報酬は高いもので 1.35%、 安いものでも 0.57% です。セゾンバンガードグローバルバランスファンドは世界分散型で、海外をメインに株式と債券に 50% ずつ投資します。セゾン資産形成の達人ファンドは世界成長型で、こちらも海外をメインに株式のみに投資します。積み木証券では一番ハイリスク・ハイリターンの商品です。コモンズ30はサステナビリー重視型で、日本の株式のみに投資します。ひふみプラスは未来応援ワクワク型で、日本に9割、海外に1割の割合で株式のみに投資します。まるごとひふみ15はちょこっと未来応援型で、日本、海外、その他にバランスよく分散し、債券を中心に投資します。続いて積み木証券のメリットを紹介していきます。全部で5つです。1つずつ解説します。1つ目はエポスカードで投資できる点です。入金する手間がかからずエポスポイントが付与されます。年数により還元率が変わり、1年目は 0.1% ですが、1年ごとに増加していき、5年目以降は 0.5% になります。資産残高ではなく年間積立額に対して年に1回ポイントが付与されます。2つ目はボーナスポイントの対象です。エポスゴールドとエポスプラチナは年間利用額に応じてボーナスポイントがもらえます。エポスゴールドの場合は年間50万円以上利用すると2500ポイント、100万円以上利用すると1万ポイントが付与されます。1万ポイントもらった場合、還元率は最大 1.5% です。さらにエポスプラチナは
最高10万ポイントがもらえ、最大還元率は 2.5% になります。このボーナスポイントがもらえるかどうかで還元率が大きく変わるのですが、ありがたいことに積み木証券の買い付け額もボーナスポイントの対象です。積み木証券は1ヶ月に5万円まで投資ができるので、年間60万円までは利用額を稼ぐことができます。3つ目はアプリです。積み木証券は無料のアプリを公開しています。このアプリは見やすく操作しやすく設計されているため、パソコンがなくても簡単に投資や管理が可能です。4つ目は積み立てNISAです。積み木証券では積み立てNISAに対応しています。積み立てNISAは最長20年、投資利益が非課税になるという非常にメリットの多い制度です。投資する際は積み立てNISAを利用しましょう。ただし、他社で積み立てNISAや一般NISAを開設している場合は利用できませんので注意してください。5つ目は迷わずに投資できるところです。積み木証券では5本の投資信託しか用意されていません。これにより初心者の方はどれを選ぶかすぐに決めることができます。実は投資信託は世の中に数千本以上あるので、初心者の方がこの中から自分に合ったものを選ぶのはほぼ不可能です。積み木証券ならすぐに自分に合った投資信託を選ぶことができます。続いてデメリットです。2つありますので詳しく解説していきます。1つ目は還元率です。積み木証券では5年目以降にやっと還元率が 0.5% になります。しかし楽天証券では初めから 1%、SBI 証券に至っては最大 2% です。残念ながら他社の方が還元率は高く設定されています。2つ目は信託報酬です。用意されている5つの投資信託はどれも信託報酬がやや高めです。SBI 証券や楽天証券には 0.1% 台の商品がたくさんあります。長期で積み立てする場合、0.1% でもパフォーマンスに大きな差が出てくるので、もし自分で商品を選べる場合は、無理して積み木証券で投資する必要はありません。では最後にまとめます。1番の特徴は、投資初心者に優しいところです。クレジットカードでの購入でエポスポイントがもらえ、さらに積み立てNISAにも対応しています。これから投資を始めようとしている人には最適な証券会社です。一方で上級者にはあまりお勧めできません。投資信託の数が少ないですし、SBI 証券や楽天証券でクレカ積み立てした方が還元率も高いからです。自分の経験値を理解して始めるかどうか検討してください。以上、今回は積み木証券について紹介してきました。こんな感じで自分のチャンネルでは日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。参考になったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。